長いですね。はい。はい、他にございませんでしょうか。今手の上がってる方、3名でよろしいですか。あ、4名でいいですか。大きく手を挙げていただいてよろしいですか。はい。初日さんと横田記者と朝日新聞さんと読売テレビさん、4名でよろしいでしょうか。はい。ではこの4名でお願いいたします。初日新聞さん。中日新聞の芦原です、はい、すいません、しつこくちょっと選挙の話で恐縮なんですが、はいはい、あの先ほどその他の地域グループとの連携のところで、はいはい、あの維新発作を飲めるかだというお話が出ました。維新発作を飲めるかだ、はいはい、維新発作を見てそれに、まあ、OK というふうになるかって、はいはいはい、であの愛知なんかでもよく出るんですけれども、うん、まあ、維新発作今まだレジュメという段階ですが、そのまあ内容が多岐にわたって、うん、で特に地域の場合はあの地域の自立というところはすごくこう、まあ、一緒にできそうな気がするけれども、うん、そのあの多岐にわたるところ全部あの一緒にできるかはどうかなというような話をよく聞くんですけれども、あのさっきその維新発作を飲めるとおっしゃったのはあのどのあたりまでというふうなあのこう印象をお持ちなのかなと思いました。これはね、あの以前からずっと言ってますけれども、あのちょうど3月ぐらいにもうわーっていろんな人が動いて誰と組むんだ誰と組むんだってそんな話ばっかりやってましたけどもね、まず何をやるかを決めて、それぞれのだから僕はあの大村さんにも川村さんにもお願いしてるのは、都知事にもお願いしてるのは、何をやるかということをまずはっきりと決めましょうと。で決めた後でその後の調整ですよ。それはだからきちんとやることを、僕らは維新の会としてはこういうことをやりたいということをバーンと決めてですね、で大村さんのところで川村さんのところ、都知事にもそういうものを作ってくださいなんてことはお願いしたんですけど、それで国政になるかどうかっていうのはそれは分かりませんよ、どうなるかは。でも仮にもしそういうところにチャレンジするということになれば、それはやっぱりみんなでできたものをこう出し合って、でこれをやる、あれをやる、これはどうだ、あれはどうだって話をしてですね、折り合いがつけば一本化していくっていうことになるんじゃないですか。それはだからその調整過程もこう皆さんに見てもらってね、まずだからそれぞれがまずやりたいことをしっかり決めましょうと。だからもういろんなところからまずとりあえず一緒に連携することをアピールするために、そういう共同記者会見とかもういろんなそういう話あったんですけども、そんなことやったって意味ないんでね、これはもう都知事はもうそういう一貫してそういう考え方で、やっぱり何をやるかを決めるべきだと。僕もそうなんです。で先に連携をとかね、共同記者会見をっていうのはもうこれはもう意味ないですからね。だからそれぞれが今政治塾で何をやるかってことを決めていく段階だというふうに思ってます。でそれを出してやっぱりそれがちっちゃいグループだけではどうしようもないってことになれば、何をやるかってものを出して、その中ですり合わせをしながら、もしかすると地方のいろんな人が集まってきてくれるかもわからないし、もしかすると既存の政党の国会議員の皆さんも抜けて来てくれるかもわからないし、で、まあ、それはその時にどうなるかわからないですけどね。だからやることを決めてそこで出して調整っていう、そういうプロセスを踏んでいくことになりますね。すいません、うちの新聞では共同通信さんの世論調査を載せさせていただいたんですけれども、4月末の、状況でやはりその維新さんの国政進出を望む声、多分今までもいろいろコメントされていると思うんですが、先ほどのお話でやっぱり国民 そのバランス感覚っていうのはあるねとか、あるいは民主政治の根本っていうのは信頼を得ていることだというお話もありましたが、その世論調査では国政進出を望む声は6割超えていたんですけれども、その維新のどういったところがその信頼を得ているかなと思われますか。そうですね、まあ、とにかくごまかさずに、全部出すと、まあ、とにかく全部出して、まあ、いろんなこと言われたらとにかく言いたいことはもう100万倍返していくと、それから間違ってたら修正すると、もうそれに尽きるんじゃないですかね。だからやりたいこととかそういうことはもうとにかく訴えかけて、どうしても譲れないことについては反論が来たらもうそれこそ100万倍返しても何でもいいから、もうとにかくそこはしっかりと訴えかけると。だけどやっぱり間違ってたなとかこれは違うなって話になったら修正をかけるという、まあ、当たり前のことをやるかどうかだと思うんですけどもね。あとはそのちょっとでもね、その保身というかそのこのポジションにいたいっていうところが見えた瞬間に惹かれると思いますよ。
だからいろんな政策論を語るときに何かを味方してるなっていうのが見えればね、これ有権者のためとか大阪のためとかそういうことじゃなくて誰かのここのことを配慮してこう言ってるんだなってことが見えた瞬間にそれは国民の皆さんってそれはもう賢明ですからすぐ察知しますからね。だから市政改革プランにしても何にしてもやっぱり行政っていうものは目の前にいる団体とかそういうところのことを考えてね、リバティ大阪のところリバティ大阪の時も、まあ、今いろんなところから再リニューアルをさせてくれとか存続って話があるんですけど何のことはない、それは財団というものを守るっていうか財団の存続っていうものを何とかしたいっていう、だから財団の存続を何とかしたいのか本当に中身あるものにしたいのかどっちなんですかっていうふうに問うとみんなはっきり答えられなくなっちゃうんですね。だからそういうことをやるとあっという間にそういう有権者からの信頼というものは離れますね。だからもうやりたいことはしっかり言う、だけど誰かの何かをここに配慮してっていうのがもう見えた瞬間には終わってしまうので、まあ、やっぱり大阪全体日本全体にはこうあるべきだってことを言い続けて、きちんと反論が出ればそれには再反論を繰り返して、これ間違ってたなっていうのを思ったらもうそれは素早く方針転換をすると、まあ、誤った上ででも方針転換をするということの繰り返しじゃないでしょうかね。その全国的に支持が広がるというのがなんかさっきから質問も出てましたけれども、やっぱ国政に関する言動がちょっと最近増えてきたからなのかなとも思うんですが、そんなようないや全然だって増えてないですよ。ないですか？増えてないですよ。全然ツイッターでしょぼしょぼってやるぐらいで、そんなの国会議員の職でも何でもないですから、再稼働の手続き問題なんかで、まあ、国政という、まあ、あれはその大阪市役所の所長としてもというふうなお話もありましたが、まあ、その辺でも非常にその民意を引きつけているのかなとも思うんですが、そのあたりはいかがですか？いやでもそうでもないんじゃないですか。やっぱり国民の皆さんはやっぱり賢明ですから、株主提案権についてはね、まあ、産経新聞さんの世論調査って産経新聞さんのモニターさんだけにやってるんですかね。一般ねえ、まあ、でもやっぱりああいう形で、まあ、いろんな僕は僕なりの考えがあるんですけども、あそこまでの手法についてはやっぱり、みんなうんっていうふうにやっぱり思ってるっていうのもああいう形で見えますしね、まあ賢明ですよ本当に。でもなんかその国政ありきで考えてるわけでも何でもないですから、やっぱりもうそう言いますけど、この市政改革プランとか、中日新聞さん、名古屋から来られたんですか？ちょっと全部お渡ししますよ、資料、一回見てくださいよ、もうこれね、はい、もうそっちがもうメインです。読売テレビの達です。その市政改革プランで、ちょっともう、これはちょっとどうかなと思ったことがありまして。はいはい、西成の特区構想を掲げて初中一貫校を、はいはいはい、まあ、誘致するということで、橋本市長は肝入りで進めていると思うんですが、これ橋本市長庁舎内での要はタバコとか議員のタバコに関しては市民感覚でやはりその議員だけにタバコを吸わすのはおかしいんじゃないかということで、はいはいはい、タバコを悩めたりとかって、市民感覚結構やはり言ってあったんですけども、はいはい、これ西成の小中高で要は子育て世帯を連れてきたいということで、これ橋本市長が、うん、要はその西成とかに、うん、移り住むこととかっていうのはありえたりするんですか？ないです。それは何でなんだ？だって転校までさせてそんな子供を犠牲にしてまでなんかやらないですよ、僕の仕事の都合で。やはり子育て世帯を抱えているということで、やはり西成に入れたいということで、橋本市長も子育て世代を持っているということで、やはりその橋本市長が実際西成に行って西成ってこんなとこなんですよっていうふうなアピールをするっていうことは考えられる？しません。そんな家族を犠牲にしてまでやる必要ないですもん、それはだから別に西成でいろんなインセンティブとかそういうことをこう掲げながらそういうことをやりますけども、そういうインセンティブで応じてくれる人が来てくれればいいわけで、うちはもう別にもう家族みんな特に子供も学校通ってるわけですから、そんなところまで持ち出してやる必要はないと思ってますけどもね。あともう一点ちょっと話変わるんですけども、今日もまた痴漢でまた市の職員が逮捕されたということなんですけども、まあ、立て続けにまた起こっているということで、市長の見解をお伺いしたいんですけども。
いや、それはあの先ほどの戦略会議 の服務規律プロジェクトチームの村上副委員長にもう全部伝えましたので。ありがとうございます。朝日新聞の染田屋と言います。はい。電力需給の関係で2点伺いたいんですが、先ほどお話だった中で、まあ、今後アンテナを張り巡らせて考えていきたいというお話があったんですが、それは今回 その需給検証委員会の数字というのを一つの区切りと市長は考えられているのかという、一つ このただ何パーセント足りないという数字を今回の需給検証委員会が出たやつと一つの区切りと考えているのか、はいはいはい、つまり、まあ、ちょうど1週間目だったエネルギー戦略会議で岩根副社長が記者に対してオイ動かしても 5% くらい足りないっていうふうにおっしゃってた、うん、それが1週間で 5% が足りるようになったりしてる。であとは例えばその村上委員があの中で4月からメガワットについて出してほしいって言ったのをまだ未だにここに出してきてない、うん、でもっと叩けば出てくるんじゃないかっていうのが多分多くの人が思ってるような気がするんですが、だからそれは検証委員会として取りまとめするかどうかですよ。いろんな意見はもう百花聡明、いろんな意見出てきますから、そういう意見を組んでエネルギー検証委員会としてね、見解まだまとめないと、まだ継続して検討するっていうんだったらそれやってもらって、しかし決定っていうことになればね、それは委員の中で、中にはいろんな考え方あるでしょうけども、それは全会一致団というのはありえないわけですから、それはもうエネルギー検討会がもうこれで最終決定ということをするかどうかですよね。で今度はエネルギー検討会の国の政府 のエネルギー検討会じゃない、需給検討会政府でやりますけども、広域連合でもやってますから、まあ、こっちでもしっかりと結論を出します。ただこれはもういろんな意見がこう出てきたまんまの状態でね、そのまんまもうわからないということを、これは決定できる民主主義の観点からはそれはもう違いますから、最後は会としてきちんと取りまとめをして決定するかどうか、でみんなで意見が割れた場合には多数決でやって、もうこういう結論ということを決めれば、ね、それに従って物事を考えていかなきゃいけないと思いますけどもね。そういう意味ではまあその政府の検証委員会の数字が出た後でも広域連合でも何か詰めていく、そうですそうです、それは広域連合でもその需給検討会やってますから、それは当然詰めていきます。だから政府の方の検討会での決定の数字と広域連合での決定の数字でも、これはスケジュール見ると広域連合の方が先にありますからね。だから広域連合でやっぱり先にやって、最終的なやっぱり政府のエネルギー需給検討委員会での その決定事項というもので物事を考えていく、もうそれをやらないと民主主義進まないですからね。あともう一点はその先ほど のアンテナを張り巡らせて考えていきたいと、考えていきたいとおっしゃったのは、その例えば10何パーセント 5% だったらまあ足りないというのをもとにいろんな意見を聞いて、その15% を埋めることを考えるのか、それとも根本的にもう王位を再行動させるさせないっていうところから考え、まあ、市長の考えというのを考え直すって可能性も、いやだから国民が何を考えているかってことですよ。関西府県民がどういうこういう数字が出てきて、いろんな負担が出てきて、府県民だったらどうするか、どうしたいのかっていうのに どうしようと思ってるのかっていうことを、とにかくそれを探っていくっていう、もうそれがもう政治家の仕事の全てだと思いますけどもね。そういう意味で例えば 20% 節電なんて無理だよっていう声がもし高まってきたとしたら、それはやっぱりもうその原発を再稼働させるっていうふうに、だって無理だよっていう人たちはじゃあどうするんですかね、その無理な場合に。その人たちは、まあ、そのいろんなある声の中でそういう声が高まってきた、まあ、無理か無理じゃないかって、そのまあ例えば今までおっしゃられてる我慢するしないっていうのも含めての、いやだから我慢できないって言ったらそれはどういう声なんですかね。それは、まあ、それはだから多数とかそういうことで決めていくという、いやだからそれを組んでいくのが政治でしょ、うん、そんなの一回一回住民投票で全部測るわけにもいかないわけですからね。わかりました。